ここはもう光関係なくだな。難しいんですけど、無敵になりたい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ワールドフラワーの8、ドタバタ空中散歩。またあれや、ピッピッピーで切り替わるやつ、苦手なやつ。待って、早い。早すぎじゃね。やばい。なんとか。なるほど、これでふよふよっていうスピードじゃなくね。ねえ、さっさって感じ。ああ！くっくやー、無理。邪魔だよ、君。おい、あー、危なかったー。ここはコインか。怖い。これは何もならん。あ、マリオじゃないと汚染とかそういうことかな。マーク的に知らんけど、今までそんなんあったっけ。あ、一回だけなんかあったね、汚染かったやつが。あれもそういうことか。無理。立て直せたと思ったのに、一瞬。危ない、怖い。とりあえずこの止まれるところまでを目指して頑張っていこう。よし、あ、びっくりした。中間、これはどこに出る。なるほど、絶対取れん気がする。全然取れねえ。次はあっちか、下。ここはもう全然止まれるところがないんやね。よし、オッケー。ふう、まだゴールじゃない。うわ、マジか、これか。つらい。こっちは別に何も意味はない空間。あ、避けられる空間ってことか。え、きつくね。無理。いや、無理だって。無理。え、どう？こう、無理やろ。とりあえず真ん中で調整して。話してます。大丈夫かな。あそこで一瞬ガクってなるんやね。なるほど、それが自分で指つけとったらちょっと変な感じになるんや。ゴール、止まれる場所はない、行くしかねえ。はい、よいしょー、やったー、行けたー。ああ、感動。もう二度とやりたくないです。このコースもう二度とやりたくないです。コースクリアー。ふう、永遠にクリアできんのじゃないかって思うよね。難しいところって。次々って開いていくぜ。今8やったけん、次これか。ワールドフラワーの7じゃない。ワールドフラワーの9、タワークリボービーチ。なんだいそれは。
タワークリボを倒していけばいいんかな。倒さんでもいいんかな。え、何これ、これを、え、倒せってことかな。ただひたすら倒せってこと。ちょい待ってくれ。ねえ、ただひたすら倒すってことかな。これでオッケー。え、で何？あ、コースあったんや。ちょっとコースっていうか武器がゲットできるってことか、ここで。あ、そんなところにも。眠っているところ悪いけれど、後ろから。あ、あ、ここになんか壊せそうな壁があったけど、お、これ上行けるんじゃね。ちょ待ってね。あ、えへ、こっちから行けばいいんか。なるほど。え、で、え、で、なんなんやろ、わからん。全然わからん。ちょ待ってね、そこにタイムで、あとは、あ、ちょ待って、とりあえず時間を取っておく。お、あそこにもおるやんけ。倒します。遠い遠いな、おい。とりあえず水の中での動きも速いっていうのが救い。やったー。ふう、いや、あの一番最初に見えとるさ、クリボータワー3つ、あれで全てかと思った。どんなコースやねんって感じやったけど、なるほどね、そういうことね。コースクリアー。あの真ん中もなんかありそうやけど、あっこは別に何もないんか。ただ模様が書かれてあるだけ。そこ、今のが9、ワールドフラワーの10、青空六角ロード。え、これまた嫌なやつやないんね。ね、あー、しかも動いていく。でも今のところ、うい、びっくりした。動いてく以外に嫌なことは今のところないな。普通にしていけばいけるか。滑るんか、氷か。いい、びっくりした。やめてよ。え、そんなところに、えー、びっくりー。そんなところにスターが。しかし私は諦めていきます。ちょ、怖い怖い怖い。今普通に見えてなかった。あー、危ないね。あー、待って、片方に気を取られた。いろんな方向からがちょっと見づらいよね。うわー、やべえ、落ちてない私、大丈夫。お、これは、イエーイ。ふう、今のいけたんや。絶対いけんと思ったよ。確実にいけんと思ったよ。どうよ、もうそろそろゴールなんじゃない？違います。あ、よかった、ワンナップした。とりあえずこういうコースがなんか多くなってきたけんさ、意地悪な感じの。え、何？あ、え、何？あ、びっくりした。どうやって行くんかと思った一瞬。待って、落ちた落ちた、そういうことか。来た来た、もうあれは無理かな。あんま行きよったらね、危険やけん気をつけてこう、ちゃんと避けてくよ。この先が出てきてから、別
っくりした。次現れんのかと思った。まっすぐかな、このまんま。超集中攻撃されよるけど。めちゃくちゃ集中。あー無理だ、あれ。よし、この先は。もう行くしかない感じかな。あ、無理無理無理。あー、くそー。頑張ってくれ私。待って、そっちとか行かないで。おっしゃ、行った。やったね。ふう、もうゴールやろ。ねえ、もうゴールですよね。やっつければいいんかな。おお、来た来た来た。上がれんかった。潰されるところやった。ちょ、いけない。くっそ、回り込むしか。コースクリアー、やったね。はあ、はあ、なんかさっきのがさ、めちゃくちゃ簡単やったのに、今回めちゃくちゃバランス取ってきたね。めっちゃバランス取ってきたね、これは。はい、ワールドフラワーの11位、潜入トゲトゲブリッジ。罠だらけだな、このワールド。罠だらけじゃない、なんかすごい。いや、まあ最初の初期ステージとかじゃないけんさ、当たり前なんかもしれんけど。これ、びっくりした。渡り出さんと何も発動せんのかと思ったけど、そういうわけじゃないんやね。時間が結構かかるんやね。待って、これ。おー。あ、もしかして、あ、そういうこと？なるほど。あの光に当たっとる間だけ針が出るんか。そういうことか。さて、どうすればいい？とりあえず動いていくしか。ふぅ。あぶねえ、あぶねえ。猫になったけど上行ける。コインコインコイン。ちょいと待っておくれ。ダッシュで行くしかないよね。いやえ、待って、これいけんやん。ずっと私光の中心なんやけど。怖っ。そうよね、いつまでたっても針は引っ込まんわな。あっちには行かず、こっちへ。やめろよ。やめろよ、やめろよ。待って、怖い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 。向こうは諦めよう。こっちよね、コースは。これは、これはあれか、光が固定なんやね。ほうほうほう。なんか頭突きしたみたいな形になったけど。はあ、ギリギリダメだった。中間が見えたのに。いくぜい。ぺい。さあ、こっちも。やめろよ。あ、とりあえず中間は取れた。よし、巨大化もできたし。あ、てか私あれやん、タヌキなれるやん。おお、ここはもう光関係なくだな。難しいんですけど、無敵になりたーい。待って、めっちゃ怖いんやけど。そして普通にもう、お、そんなところに。それはもう壁伝いのね。しかし危険じゃないですか。待って、怖い。
あ、めっちゃ怖い。あ、落ちた。落ちた。ダメだった。いや、しかし中間は取ってるから。よし、こっから行こう。頑張ろう。ふぅ、これはどうがいい。怖いよ。おお、いけたやん。すげえ、私自画自賛。しかし一度そこからずれてしまったらもう厳しいぜ。そしてちびっこになってしまった。これは光のやつだよね。左側に行く。左側が無理無理。さあ、ここももう平気なので、あ、ここはもうあれやんね。ちょっと針邪魔なんですけどじゃあここはもう、あの、はい、一回ちょっと、よいしょー。ふぅ、あー、一個落としてしまったわ。来いよ来いよ。もうずっとホンホンなってるよ超のんびりのんびり侵入してるよ私。次はあっちね。よっ。そしてあっこの箱に入ってゴールやね。よし、いけるー。あ、待って、怖い落ちよった。ボタン間違えよった。危な。よー、あれ通り過ぎるっていう。まあ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 、コースクリアー。ふう、でも1個しかゲットできてないんよね。あとはちょっとタヌキではいけんかなっていうところやったんよねはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、なんか怖そうなクッパの像みたいなの出てきたけどあれがこのワールドラストかな。まだ続くんかな。まあ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 頑張っていこう。